どうも、こまちです。いやー、つもりの無料アップデート 2.0 やってまいりましたね。もうね、やることが多すぎて何から手をつけていいのかわからないんですけれども、やっぱり今回のアップデートの目玉は、料理だと僕は思うんですね。ってことで今回は、最速で料理を作る方法を紹介していきたいと思います。1、タヌポートから、料理も DIY レシピプラスを受信する。これがなければ料理レシピを手に入れても覚えることができないんです。 2. パニーの島にレイジの園芸店をオープンさせる。無料アップデートによってパニーの島が広がりました。ハニワに募金して様々な施設をオープンさせることができます。ちなみにオープンさせることができる店の数は1日に1つなので、料理を最速で作りたい場合は0時です。0時の園芸店は右上ですね。すべての施設は10万ベルです。晴れて0時の園芸店がオープンすると、このように野菜の苗の販売が始まります。かぼちゃと同じで、毎日水をあげることによってたくさんの数を収穫できるようになるんですね。で、今回はじゃがいもと人参を売っています。ちなみにこのレイジの園芸店の野菜のラインナップは2日ごとに変わるようです。新しい野菜は全部で5種類。じゃがいも、人参に加え小麦とサトウキビとトマトがあります。今まで通り島にレイジが来ることもあります。この場合はパニーの島にいません。とにかくね、レイジを見つけたら野菜の苗を買うっていうのを癖にした方がいいと思いますね。まあ一旦畑ができてしまえばその必要はないかもしれませんけどね。苗を買ったら植えましょう。バン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 、どん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 植えていきましょう。植え終わったら水やりです。水やりは毎日やってください。水やりをサボっちゃうと収穫の数が減っちゃうんですね。3日で1つの苗につき3つの野菜が生えてきます。特に小麦とサトウキビ、この2つは原料になるので多めに植えておくことをおすすめします。で、レシピなんですけれども、なんとね、海岸の瓶の中に入ってることもあるんですよね。なんぼほどあるんやっていう話ですよ。ここでね、隠しレシピを一つお教えいたします。マスターの喫茶店がオープンして5回コーヒーを飲みに行きます。そして店から出ようとすると、ハトノスサブレ、このレシピが入手できるんですね。そうこうしているうちに野菜がすべて育ち切りました。いいですねこの視点。あ、トマト美味しそう。そしてこれがサトウキビ、ジャガイモと人参みたいな感じでね、飽きるまで見たら収穫していきましょう。ジャガイモから人参、サトウキビ、小麦、大事なんですよ。小麦が一番大事かもしれません。もうね、全部収穫しちゃいましょう。ちょっとね、この辺ちょっと残してたんですけれども、もう全部いっちゃった。あとは忘れずに水やりをしておきましょうね。これで料理の準備は完了です。ある程度レシピもあるので、ある程度料理も作ることができるでしょう。ここからはシェフ小町があなたをエスコートいたします。それではいざキッチンでね、料理を始めていくわけですけれども、料理ができる家具は限られている。それをお見せしたいと思います。まずは右、石窯ですね。これは料理できないんですよ。で、これはオーブン付きコンロ、これはできるんですね。まあ最初の
料理も DIY レシピプラスで入手したこの石造りのキッチン、これでやっていきましょうかね。ハートのサブレを作りたいな。まずは原料の小麦粉と全粒粉と砂糖と黒糖をバンバンに作ります。まあこれらの原料がね、ほぼ全ての料理のベースとなるので、たくさん作っておきましょう。それでは実際に料理を作っていくわけですけれども、何からいきます？まあ決めてるんですけれども、いいですね、どれも。もちろんハートの巣サブレから作っていきます。いっちょ上がり、ハートの巣サブレ、おいしそうさあ次は何いっちゃおうか。簡単なやついこうか。トマトピューレ、うんうん、じゃな。次はパンケーキ、あー朝ごはん、これほんと美味しそうじゃないですか。オーガニックパン、いいね、作っちゃいましょう。うん、バスケットまで作る超器用魔法か。次何行こうかな。あー、トマトカレーいいね。さあ銀皿まで作っちゃいました。魔法のキッチンです。次は人参のポタージュ、なんなんじゃろこのうまそうな感じは。ほんまな、ほんまな言うてね。じゃがいものニョッキ、ニョッキ、ニョッキってなんなんですかね。ニョッキ、何を。野菜のカップケーキ、これもうまそうやな。そしておほー、もうたまんねえ、黒糖のカップケーキ、ちゃがり。キャロットケーキいっちゃいましょうか。うん、いちいちおいしそう。やべえな、やっぱ料理いいっすね、これほんまね。さあ、スズキの料理を作りたくて、スズキを釣りにやってまいりました。ふい、これはスズキや。おっしゃ、スズキ。よし、これで、スズキの香草焼き。おお、スズキのパイのレシピをひらめいた。はあ、あ、こんな風に魚を釣ってもレシピひらめくみたいですね。さあどうですかこの料理。サンクスギビングデーの時も思いましたけれども、ほんと美味しそうですよね。もうちょっとアップでいきましょうか。うわー、うまそうや。ナン、トマトピューレ、トマトカレーやったかな、かぼちゃのスープ、手を、人参、キャロットスープ、スズキの香草焼き、ええね、桃のジュース、名前がよくわからん、鳩の巣サブレぐらいしかわかんないですね。あのバケットは名前なんやったかな、バケット、何やったかな。まあやっぱ最初はね、鳩の巣サブレをいただこうと思います。このように料理は手に取って食べるを選択すると、うーん、お、5つも5本木がいけるくらいっていうことですね。モンスターエナジー5本分ってとこかな。さあ次は桃スムージー、飲んじゃいましょう。あ、こうやって飲むか、ストロー使おうや。2個回復ね。でさあもう一つ、やっぱこれを食べないとダメでしょう。さあオーガニックパンね、バゲット、あ、見せびらかしてもた料理これ一番下が食べるのにちょっとやりにくいんですけれども、オーガニックパンを丸ごといっちゃいます。おお、何個回復したかようわからん。どうですか料理、美しい、美味しそう、
楽しい。僕は今回のアップデートで一番たまらん要素だと思ってます。ララララ。やっぱ食べ物っていうのはね、元気、元気の源ですからね。パワー。おや、まだ見ぬ食材と料理レシピの呼ぶ声がする。まだ見ぬ君たちを僕が華麗にエスコート。